どうも、ウェダックスです。今日はですね、この前手に入れたサッチなんですが、それのまだ進化してないんですけども、ではこのパーティーでいきます。最初はカウント稼ぐのみ。ここはタツノオからですね、倒します。結構ゆとりないんですけども、これ今死にかけてますが、これでもう多分クリアできます。こっからなんですけども、とりあえずチョッパーの攻撃がしのげる間はしのぎます。まだいけます。はい、ここでですね、多分次の攻撃は危ういので、こっからちょっと仕掛けたいと思います。とりあえずウソップでターンを遅らせ、サッチの即スロット出現率が大きく上がる。ここで核のスロットの効果大ですね。で、攻撃力を上げます。ここでルッチの必殺技、あとはこれで仕留めきれればなんとかいけます。あ、しなかった。
マジか、やばい。これ、これ、残ったギリギリ。はい、途中ミスったんで、あの HP がギリギリになっちゃいましたけど、もう1ターンね、ゆとりがあったはずなんです。まあ、うん、まあとりあえずノーコンクリアということで、これで終わります。お、レベルアップした。ウェダックスでした。